はい、どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。普段はニッチなゲーム実況をしながら Steam の新作ゲーム紹介をやっております。今回はね、プレイステーションストアで開催中の最大 80% オフのブラックフライデーセールの注目のタイトルを紹介していきます。開催期間は11月20日から11月30日までですので、お見逃しなく。最新タイトルを含む多くの人気タイトルが大幅に値引きされているので、かなりお安く購入できるチャンスです。参考までにね、 Steam のセール時の価格と中古ソフトの価格を記載しています。 Steam も11月25日あたりからオータムセールがあると予測されますので、ご購入の参考にしていただけたらと思います。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。さあ、それでは行ってみましょう。まず、ゴースト・オブ・ツシマ。2020年7月17日リリース、ビッグタイトルが早くもセールに登場。国内外の評価が好調な本作。Amazon レビューの評価は星5つ中 4.8。メタクリティックのユーザースコアも10点中 9.2 と高スコアを獲得した作品です。ツシマの国と呼ばれる現在の長崎県ツシマ市を舞台にしたオープンワールド RPG。約3ヶ月前にね、発売された比較的新しい本作。気になるお値段は、通常版が7590円、定価がね。で、33% オフの5085円になっておりますね。デジタルデラックスエディションは8690円が6169円と 29% オフ。参考までに中古ゲームソフトのね、価格は約4800円となっておりますね。ザ・ラスト・オブ・アス・パート2。2020年6月18日リリース。2013年にプレイステーション3でリリースされたゾンビサバイバルアクションゲームの続編にあたる作品。ストーリーが非常に素晴らしく、個性豊かなキャラクターたちが過酷な環境で繰り広げられる人間ドラマが高評価だった作品です。本作も比較的新しい作品ですね。通常版が7590円が3795円 50% オフ。デジタルデラックス版は8690円が4345円の 50% オフ。半額ですね。まあ、参考まで中古ゲームソフトでは2800円ぐらいの値段ですね。まあ、中古ソフトの方がちょっと安いですね。キングダムハーツ3。2019年1月25日リリース。スクウェア・エニックスとディズニーをコラボしたアクション RPG。スクウェア・エニックスが手掛けるキングダムハーツシリーズのナンバリングタイトル3作目の作品。前作の2から3まで発売されるまで約13年ぶりとなり、楽しみにされていた方も多かったのではないでしょうかね、当時。通常版が9680円が2904円 70% オフですね。インテグラムマスターピース版かな。17160円、高いな。 70% オフで5148円ということですね。インテグラムマスターピースは HD1.5 プラス 2.5 リミックスと HD2.8 のファイナルチャプタープロログとキングダムハーツ3の3本セットということですね。通常版の今の中古のゲームソフトの価格が2000円ぐらいということです。あんまり変わらないですね、通常版とね。1000円ぐらいですね。ちょっと説明がないけどね、ちょっと簡略化していきましょう。アークサバイバルエボルブル。2017年2月11日リリース。2015年に PC でアーリーアクセス版がリリースされ、その後 PS4、スマホなどに移植されているオープンワールド恐竜サバイバルアクション。通常版が7480円が 50% オフの3740円と。エクスプローズエディションかな。12100円が 50% オフで4840円。参考までに Steam のセール時は5150円から定価が安いですね、1030円 80% オフですね。中古ゲームソフトの、ね、価格は4800円ということですね。まあ、この通常版だとあれですね、エクスプロージョンエディションでも中古よりも安いぐらいですね。 PC 版でよかったら Steam のセール時、もう少しでね、オータムセールがあるんで、その時に買ったらね、一番安いかもしれませんね。シティーズスカイライン。2018年12月4日リリース。Steam で非常に高評価を得ている都市開発シミュレーションゲームですね。プレイヤーは市場となって試行錯誤しながら世界に一つだけの自分の街を作り上げれる作品です。さあ、PlayStation 4 Edition では5940円が2970円と 50% オフ。プレミアムエディションも 50% オフですね。11000円が5500円。メイヤーズエディション、15400円が7700円の 50% オフ。全部半額ですね。で、これは Steam がね、安いんですよね。スチームセール時、まあ、定価も2980円で今売ってますね。それが 75% オフですね。745円。もうこれはちょっとスチーム版を購入された方がいいかもしれないですね。コメントでね、違うちょっと動画でいただいたんですけど、一瞬だけどうも無料の時があったみたいですね。なんかキャンペーンがなかったんでしょうね。
13騎兵防衛剣、2019年11月28日リリース、13人の主人公によるドラマチックアドベンチャー。この作品の内容はちょっと簡単にまとめるのは難しいですね。13人の少年少女が各々のね、過去と未来をつなぎ合わせていくと見えてくる物語がね、素晴らしかったんですよ。アトラ続きの私からしたらすごくね、この作品をおすすめしたい作品ですね。さて、価格ですけどね、通常版が9878円、ちょっと高いね。 39% オフで6025円、プレミアムエディションが 13178円が8038円、 39% オフ、中途半端ですね、 39% って。まあ、参考まで中古ソフトの価格が6200円、約ね1年経ちますけども、さすが良作のね、中古の値段もなかなかね崩れしませんね。ノーマンズスカイ PS4&PS5、 2020年11月12日リリース。 PS5 がね発売と同時に発売された作品ですね。プレイステーション4版はね2016年8月25日に発売されています。当時注目を集めながらも単調なゲームプレイで多くのプレイヤーを失望させてしまった本作ですが、数々のねアップデートを繰り返して改めて再評価された作品です。通常版が6025円が3025円の 50% オフ、まあ、参考まで Steam のセール時は6080円が3040円、 50% オフですね。中古も3900円ですね。でプレイステーション4版をねもうすでに持たれている方は無料でプレイステーション5版にバージョンアップできるとのことです。まあ、これはどこで買っても、通常版ね PS ストアで買っても Steam で買っても一緒ぐらいの値段ですね。まあ、中古よりは安いですね。シドマイヤーズシビライゼーション6、2019年11月22日リリース。大人気ストラテジーゲームシビライゼーションシリーズの6作目、文明の指導者となり国家を建築し文明を発展させていくゲーム。通常版が6930円が2286円、 67% オフです。 Steam のセール時は7000円が1750円と 75% オフ、中古ゲームソフトは4800円と、これは Steam 版を買った方が安いですね。一番マインクラフトダンジョンズ、2020年5月26日リリース。マインクラフトのスピンオフタイトルとなるマインクラフトダンジョンズ、ダンジョン探索や冒険戦闘が主体なアクションアドベンチャーゲームです。通常版が2640円と、これはセールがなくて据え置きですね。お値段ヒーローズエディションが3690円が2772円、 30% オフですね。もうほぼ通常版と変わらないので、こちら買った方がいいかもしれないですね。中古ゲームの価格は2800円と、まあそんなにお高くない商品ですね。龍が如く7、光と闇の行方、2020年1月9日発売。大人気シリーズ龍が如くの最新作が登場。主人公バトルシステムともに生まれ変わり話題となった本作です。通常版が9229円、結構お高い値段ですね。それが 40% オフで5537円、中古の価格は4100円ぐらいですね。中古の方が若干安いですけども、新品を買われるんだったら5537円で買えますね。デスストラリング、2019年11月8日リリース。メタルギアで有名な小島作品として注目されていた作品ですね。当時発売前は何のゲームかさっぱり分かりませんでしたが、依頼を受けて荷物を運ぶといった内容みたいですね。発売当時は単調なゲームシステムに酷評を聞きましたが、7月リリースとなった Steam 版の評価は非常に好評となっていましたね。ちょっとなんでかわかんないんですけどね。通常版が7590円が2656円と 65% オフ、デジタルデラックスエディションは9790円が3426円、 65% オフと。 Steam のセール時では、まあ、ちょっと新しいんでそこまで下がらないんですけども、7590円が5313円、 30% オフですね。中古ゲームの価格は3199円ぐらい、3200円ぐらいですね。まあ、これがちょっとチャンスじゃないですかね。このビッグタイトルねを2600円ぐらいで、ね、買えるということなんでね。イース9モンストロムノクス、2019年9月26日リリース。イースシリーズの第9作目にあたる作品ですね。30年以上にわたって続く日本ファルコムのアクションロールプレイングゲーム。私がファミコンで初代イースをやってた頃からアドルは全然変わりませんね。通常版が7741円が3870円の 50% オフ、中古ゲームの価格はだいたい3800円ぐらいですね。まあ同じぐらいの値段なんで、ね、通常版ダウンロードしてもいいんじゃないでしょうかね。アウターワールド、2019年9月26日リリース。2019年5月28日にエピックゲームから次元独占販売された作品ですね。
ブラック企業が支配する宇宙帝国を舞台に繰り広げられる一人称視点の SFRPG。 本作も注目されていたタイトルですね。通常版が7480円の2992円が 60% オフ、 Steam のセール時は7480円が3740円の 30% オフですね。中古ゲームは3900円ぐらいですね。 Steam ではね、先月の10月23日にね販売されたところですね。あまり次回のねオータムセールでも割引率はそんなに高くないかもしれませんね。ボーダーランズ3、2019年9月13日リリース。 FPS シューティングと RPG のキャラクター成長要素とストーリー性、そしてハクスラー要素も兼ね備えた作品。マルチ協力プレイも楽しめるシューティング RPG です。通常版が8140円が2686円、 67% オフ。別のエディションは割引なしですね。据え置きですお値段。 Steam セール時では7980円が3990円と 50% オフ。中古ゲームの価格はだいたい4200円ぐらいですね。キングダムカムデリバランス、2019年7月18日リリース。15世紀のヨーロッパを舞台としたアクション RPG。 先日ね、11月19日にメーカー発表があり、2021年、来年ですね、2月の18日にはリリース際の5つのダウンロードコンテンツが入ったロイヤルエディションが発売されるということです。価格は6578円。2月まで待ってね、ロイヤルエディションを購入する方がいいかもしれませんね。まあ、価格見ていきましょうか。通常版が8095円、定価がね、それが2833円の 65% オフ。 Steam セール時では3090円が1545円の 50% オフです。中古ゲームの価格は4700円ぐらいですね。まあ、通常版かなりお安くなってますけど、ね、DLC が入った方を買う方がいいかもしれないですね。この価格やったらね、通常版買うより。 Dead Alive 6、格闘ゲームの中で特徴的な戦闘システムで人気を博した Dead Alive シリーズの約7年ぶりとなるナンバリングタイトル。通常版が8580円が2570円の 70% オフ。デジタルデレックスエディションは1780円が3230円の 70% オフ。 Steam のセール時は8580円の定価が2570円の 70% オフ。どちらも一緒の価格ですね、この割引率は。あ、定価も一緒ですね。中古ゲームの価格は2400飛んで6円ということです。中古が一番安いね、2000円ぐらい安いね。ブレアウィッチ日本語版、ホラーゲームですね。2020年7月9日リリース。1999年に公開されたホラー映画ブレアウィッチプロジェクトから2年後の出来事を描く完全オリジナルストーリーをベースにした心理的サバイバルホラーゲームです。通常版が5280円が2640円と 50% オフですね。 Steam のセール時は3090円が772円、えらい安いな。 75% オフです。中古ゲームの価格は1400円ぐらいですね。まあ、これだったら Steam 版買った方がいいかもしれないですね。はい、今回はね、プレイステーションストアで開催中のブラックフライデーセールの注目タイトルを紹介していきました。いかがでしたでしょうか。開催期間は11月20日から11月30日の10日間となっております。 Steam でももうすぐオータムセールの季節です。楽しみですね。この動画が少しでもあなたのお役に立てなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。皆さん良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。